ここまでチャレンジしたんで。やばいねもあるし、いやそろそろ勝ちたくないみたいな感じで結構熱量上がってて、さらになんかもうここまで来たら全員が支え合わないと無理って全員が自覚してるんで、自分ももちろん頑張るけど他も支え合ってるんですよ。もう一人個人では絶対に無理だなっていう、こんだけ追い込んでて身と心削ってて、でも結果は出なくての状況で一人でなんて絶対戦えないんで、それは多分みんなが理解してて全員が支え合えてるのが続いてるって感じですね。ダンス界で言ったらすごい方たちの集まりなので、こんな方々となんかバーサスでなんか戦えるのがめちゃくちゃ光栄です。だからこそここまでチャレンジしたんで、変なもので戦いたくなかったのもありますし、もちろん勝ちたいのもあるんですけど、いい戦いできるためにここまで持ってきたので頑張りたいです。全部もう本当は本当にただの長袖タートルネックの私だったのも、みんなのアイディアもう、A さんのアイディアと結構詰めてるんですよ、ここ綺麗に、はい、大阪面がね、あみちゃんとか、よしまで、おしゃれじゃないちょっと、くじいちゃって、いや、足くじいつさっきのリハステージリハ終わった後に踊ると思う。DYM Messengers versus Medical Concierge iMoon. のフォースマッチ、ブルーコーナーの DYM メッセンジャーズか、レッドコーナーのメディカルコンシェルジュアイムンか、それではジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、ブルー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 、勝者はオンザブルーコーナー DYM メッセンジャーズ。ここでもそのチームの魅力を存分に発揮し、
作品を届けてくれましたメディカルコンシェルジュアイムメンバーの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。探すのをまず諦めたくないから探し続けて、まあ、やっぱ勝ちにいかないと。ごめんなさい、わかんないんですよね本当。まだ自分たちの動画を見てなくて、踊り終えた私たちの体感的には悪いものは出してないだろうっていう確信はあるんですけど、まあ、カットをしなきゃいけないですね。もうちょっと何かを変えて何かを残しつつ、なんかこうやっていけたらなと思って、ありがとうございます。